こんにちは、福井教育支援サークルの久です。今日は小刻みな作業を入れるということについてお話をします。この小刻みに作業を入れるという方法を、私ね、国語の授業名人として有名な野口義弘先生の講演会で若い時に聞きました。これを取り入れるようになってから自分の授業ってすごく安定してきたなというように思っています。そしてこの方法、今の私の授業作りの基本に据えています。まあ簡単に言いますと、小刻みな作業だとか活動を子どもに課して、学習意欲を喚起し、あるいは理解度をチェックしていくと、こういうようなやり方です。最近ですね、6年生社会天皇中心の国づくりというのと、5年算数分数の足し算引き算という動画をアップしました。これですね、模擬授業形式でやってます。子どもたちが前にいるつもりでエアー指名、それからエアー発言を聞いて、やるような授業です。まあどうしてかという、どうしてこんなの作ったかっていうことなんですけども、できるだけね、本来の授業に近づけたいという思いから、こういうものを作りました。これをもとにね、ちょっと話をしておこうと思うんですけども、例えば5年生のね、分数の足し算引き算、題名とページ数を入れているところから始めてます。私大体ここから始めますね。でこの後大体教室をずーっと見て歩きます。大体と言いますか、もうほぼ間違いなく見て歩きますね。というのはね、まだ学習に対してスイッチの入ってない子いるんです。規律例をしたからスイッチが入って勉強してくれるわけじゃないです。回りながら声をかけたり、ノートを開くように促したりして歩いていきます。参加率が非常に悪い時には2周ぐらいします。その上で授業に入っていきます。ですから、あの模擬授業でも入れてあります。私にとってはとても重要な要素です。次にですね、式を書くように子どもたちに指示を出しています。式を書くだけです。写しなさいと言ってますね。写したかどうか、これ普段の授業なら当然見て歩きます。で、この時点でまだ月日や題名入ってない子います。そこも促して式を写す。まあ、2つやったとしても、大した作業じゃないです。すぐに追いつけます。まあ、作業を課してやらなければいけないことをはっきり明示しながら促して学習意欲を喚起していくという形をとっていますね。それからですね、今度は一緒に分数の計算方法をやっていくんですけども、例えば最小公倍数を求める手順。先生が一方的に説明しているわけじゃないです。説明を加えながら、次どうするの、どうなるのというふうに列で子供をポンポンポンと指名していきます。こちらが一方的な説明にならないように子供に指名して発表させて書く写す、発表させて書く写すというふうな小刻みな作業を入れていきます。もちろんね、このような場合はいちいち一回ずつ回ってられませんから、書いてるかな、隣の人と確認してというような指示も当然出していきます。まあそして通分の手順を書かす。ここも同じですね。やっぱり列でポンポンと当ててって発表させる、書く、写すというふうな作業をこまめに入れながら授業をやっていきます。このようにして小刻みに作業を入れて、先生の一方的な説明にならないように心がけています。それでは社会科の授業はどうかというと、社会科の授業もやっぱり月日と題名から入ってますね。当然ここまでやったらまた教室を回って子どもたちが書いてるかどうかを確認します。こう不思議なものでね、作業を課して書き出すとスイッチって入ります。まあスイッチが入るのを少しずつ促しながら、まあ社会科のこの授業では聖徳太子について知ってることということを子どもたち何人かに発表させてますね。その後17条の憲法について説明をして、全員を立たせて、その17条の憲法を読み上げさせてます。ここで一旦活動を入れます。立って言うと、これは座ってるとすぐ私から分かりますから、子どもは全員立たざるを得ません。立って17条憲法を言うと、17条の憲法を読むということを通してスイッチ入れていくんです。そしてスイッチを入れたところで座って、17条の憲法を読むと当時の日本の国の様子が分かります。どんな国だったんでしょうというような発問を出して箇条書きで書きなさいというふうに、ここでもうポンと作業を与えています。早い段階で大体私はこのように作業を与えます。そして見て歩きます。で中にはそれでも書いてる子もいれば、やっぱりまだ月日や題名も書いてない子もいます。ここで促します。
一方書いてる子についてはどの程度読み取れるかなということをずっと頭に入れていきます。私は若い頃からこの機関巡視してみた誰がどんな考えを持ってるかっていうのは全部暗記するようにしてきました。かつてね、座席指導案っていうような指導法があって、子供たちの名簿がこんな板のところに貼り付けてあって、そこに全部変えていくっていう方法が流行りました。私もすぐ飛びついてやりましたが、もうとってもじゃないけどそれはやってられません、やってられません、ね、時間がかかって、で私はもう全部覚えるようにしました。だから発言させてた時に、もし抜けている時があった時は、誰々さん別の考え持ってたでしょっていうふうに言います。まあこうやって出てない考えもこちらから示させて言わせていきますから、子どもたちは他にありませんかの時に必ず発言をするようになります。あ、まあちょっと話は余談にそれたんですけども、まあそうやって活動させながら、どれの程度かけてるかを確認しながら、また、そして発表させて、まあ当時の国というのは、まあ豪族たちがね好き勝手なことをしていた国だというふうに簡単に抑えた後、また作業に入ります。じゃあ聖徳太子は、まあ、この国を何とかしたいと思って、この国とは日本ですよ、日本を何とかもっといい国にしたいというふうに考えて、天皇中心の国づくりを目指したと。じゃあ聖徳太子は何をしましたか。はい、教科書で調べて箇条書きで書きなさいというふうにして、また作業を指示を与えます。こうやって、課題を与えて作業へ持ってかせて発表させるというような形で授業をしています。授業を見ていてね、一番まずいのは先生が一方的に説明して板書を書き写すだけ。この授業は一番まずいですね。次にまずい授業というのは、先生が発問を出して手を挙げた 2,3 人の子を当てて次に行っちゃうんです。もうそれで先生は分かってるというふうに判断してるんですけども、これはですね、管理職になって後ろで見てると分かるんですが、ノートね書いてない子もいます。全然分かってない子がいます。ところが先生は分かったつもりでいきます。私が小刻みな、ね、作業の良さとして一番いいのは、その見て歩くともう子どもの頭の中が見えるんです。つまり全然分かってないとかね、取り違えてるだとかね、子どもが意欲を持ってるかどうかっていうのもなかなか難しいんですけども、子どもの頭の中はなおさら見えません。どこまで分かってるかどうかっていうのは作業を貸して初めて分かります。そして作業の結果を見ながら自分の授業を徐々に修正していくと。これはかなり時間がかかりました。でもね、子どもたちがどれだけ分かってるか、どれだけ理解できてるかも分からずに授業はできません。ですから私は未だにそれを中心にやってるということは、常に子どもたちの実態を小さな作業を与えて把握する、その上で授業をするというふうにやっています。ですからね、私の授業の根幹を支える授業方法の一つです。ぜひね試していただきたいなというふうに思います。